皆さんこんにちは、ピース・ワラサルです。アンスケロックです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は何するかって話なんですけど、うん、いい飯屋の条件、いい飯屋の条件3つ何かわかりますか？落ち着いた店。そんな長ったらしい感じなんじゃない？あ、そう、あのなんかムーディーな音楽とかポンポンポンっていうあるでしょ、よく言うやつか、ポンポンポン、安いうまい早い、そう、それ、うん、これがやっぱりその大衆の店、うん、外食屋の、うん、いい店の3要素、うん、早い、安い、うまい、うん、でもこの中でうまいに関しては、うん、人それぞれじゃないですか。まあ好き好きあるからね。 で安いに関しても、うん、人それぞれじゃないですか。まあそうやね。どれを安いとするか、うん、どれを高いとするかってやっぱりその収入の基準とか、うん、で、まあ、変わってくるわけ、うん、でも早いに関しては、うん、時間っていうものだけは、うん、全人類に平等なわけ、うんうん、ということはですよ、一番早いお店が一番いいお店なんじゃないかという結論が導き出されるわけです。そうかな、不動の基準ができるわけです。あ、まあそうね、そこ。ということで今回はファーストフード最速選手権っていうのをやっていきたいなと。はい、まあもうルールは簡単です、うん、今から、まあ、5店舗ぐらいのファーストフードっていうか、その提供が早いと、うん、安いうまい早いを売りにしてるお店に行きます、うん、で、その中で一番早く注文から全部合わせて、うん、食べるのも合わせて、お会計して出てくるのも合わせて、一番早いところどこだっていうのを調べていきたいと思います、うん、はい、で、一番早い、お店が、優勝ということで、優勝したお店に関しては、うん、いいよって言ってあげようかな。で、そこの店員さんにいいよって言いに行こうかな。そこまでセットで、はい、でも店員さんポカーン、うん、何のことみたいな、そうそうそう、そこもう一回食べに行って、うん、帰り際にいいよって言ってということで、まあ、今からそのいくつかを巡っていこうかな、はい、で、まあこれ細かいルールはその時通る時に言うけど、うん、お昼時です、うん、で、お昼時に要はまあそういうことやっぱりこう晩飯というのをお昼こう食べに行く感じやん、うん、そうだね、のお店が多いので、うん、お昼の時間帯、それはもう お昼の時は小向かの店だってあるし、お昼時に行って、5店舗回ってきて、帰りますということで、今から、5店舗巡っていきたいというふうに思います。まあどうせファーストフードで早いんでね、で5店舗あったところで僕はもう1時間ぐらいで帰ってくると思う、ほう、はい、ということで頑張ってみましょう。はい、はい、移動します。はい、ということで、はい、スキヤの方にやってきました、うん、まあエントリーナンバー1、うん、スキヤということで、まあね、これはもうファーストフードというか、うん、ね、サラリーマンがパッと昼食食べる代表格になるんです。そうやね、ここまあとりあえず1個目と、うん、1点目ということでやっていきましょう、うん、まあこれ説明したかもしれないですけど、うん、一番オーソドックスなメニューを、うん、どれぐらいで食って出てこれるかと、うん、で、こっから出て戻ってくるまでの時間で、食べて出て、でもその移動、行き来に時間かかってた、それは遅いってことやな。そうやね、うん、それでやっていきたいなというふうに思います、うん、はい、はい、ということで、じゃあスタートしていきましょう、はい、ね、このスキヤ、立地は丸ですね。そうやね、近い、いいとこ、はい、ということで、行きましょう。はい、じゃあストップウォッチスタートって手が出てくださいね。はい、じゃあ用意、スタート、行ってきます。はい、はい、走ってきましたよ、デブが。はいはいはい、お、出てきました、出てきました。早い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 、はいはい、お帰りなさい。ただいま。早いよ早いよ、クソみたいに早い。はい、スキヤの記録、はい、3分32秒83。あ、3分32秒ね。はい、もうアホやな自分。
はい、さすがのすき家さんですね、うん、まあ前回すき家の動画撮ってますから、その時は3分切ってたけど、うん、それをここ入って出てくるまで、そうだね、まあ大体3分ぐらいで食えるいうところで、すき家さん、さすがの記録。はい、じゃあ次のお店に移動します。行きます。はい、ということで、うん、キングオブファーストフードマクドナルドにやってきたわけですけど、はいはい、見ました、ちょっとあのこのドライブスルーのこの街を混み具合がすごいね。まあここも査定ポイントだから、昼飯時に回ってますから、そうね、その混んでるっていうことは早く食えない、早く物を提供できないっていうことがマイナスの査定ポイントありますから、うん、で、あの今駐車場いるんですけど、うん、まあその店舗との遠さっていうのも入ってますからと、うん、いうことで、ガンセ君2点目、エントリーナンバー、2と、マクドナルド、はい、はい、ちょっとあの査定してきてください。はい、行ってきます。はい、はい、じゃあスタートしましょう。はい、はい、用意スタート。はい、はい、ということでガンゼ君が今、店舗に向かいました。やっぱりこのドライブスルーでこう店舗に行きにくいっていうところも今のところマイナスポイントですね。はい、じゃあガンゼ君の期間を待ちましょう。よし、取れてるね。おい、店内もすげえ人やぞ。そう、店内人すぎて入れないレベルなんで外で着くまで待ってます。出るかな、人めっちゃおるんですよ。照り焼きのセット、マックバーガーの方、はい、ポテトで、はい、飲み物スプライトで、はい、はい、620円。よし、ごちそうさんでございます。あ、出てきました、出てきました、出てきました。おっそ、はい、はい、停止。おっそ、めちゃくちゃ混んでたからね。くそやろ、ファーストフード、いやもう店内入られへんレベルで並んでて。はい、まあまあまあ、ということで、マクドナルドさんの記録、はい、はい、14分16秒73。なかったな、おっそ。実際食べてんの5分もなかったよ。こんなんあれやで、メイウェザーやったらこの段時間でナスカ10回くらい殺してて。やめたって。あかんって、こんな時間かかったら。はい、ということでマクドナルドさん、このような記録になりました。はい、はい、じゃあ次のお店行きましょう。はい、ということで、3点目丸亀製麺の方にやってきました。はい、本当はね、立ち食いうどんでやりたかったんですけど、うん、あの三重県立ち食いうどんのお店ないんですね。あの、あったんですけど、だいぶ潰れてたみたい。まあ三重県のような田舎でね、立ち食いうどんで済まそうなんていうせかしかしたサラリーマンおらんということで、まあでもうどんといえばね、どうしてもお昼のね、うん、代表的な一つなので選ばせてもらいまして、丸亀製麺のにやってきまして、はい、はい、エントリー番号3番ということでやらせてもらいたいと。で、先見てもらったらここも立地は高立地ということで、はい、まあただ丸亀製麺ね、あの注文して並んでっていうのがあるんで、うん、そこはちょっとネックかなと思うんですけど、そうだね、まあここがどんだけすき家に迫れるのか、うん、もしくはマクドナルドより遅いのかというところを見ていきたいなというふうに思います。じゃあガンセ君また準備してください。いきますよ、よーいスタート。はい、行きます。はい、頑張ってくださいね。もうガンセ君3食目なんですけどね。釜揚げの波一つ。釜揚げの水です。
出てきました出てきました、デブ出てきましたよ。はいストップ、はい、お疲れ様です。はい、はい、ということでね、丸亀製麺の記録は7分27秒91。なかなか高かったな。うん、どうでしたか注文状況は。入ったらなんか麺茹でるのに3分待ってくれって言われて、3分待って、実際4分近く待って、4分近く待って、7分、はい、あ3食目やで十分、うん、食う速度はあれやけど、うん、やっぱりこの注文のね、うん、あれが多少かかったということで、ね、まあでも今のところ暫定2位ですから。そうだね。じゃあまた次のお店に向かいましょう。はい、はい、はい、ということで4店舗目、はい、スシローにやってきましたけど、うん、どうですかお腹の調子は。いや、まあまあ食ってるからね。まあまあ食ってる、うん、まあまあまあ、次回転寿司やけど、やっぱり回転寿司は、うん、まあ都会の人どうか分からんけど、うん、俺とか結構お昼スッと入ってスッと食べて出てこれるから、うん、注文せんでいいっていうので結構使うんで、うん、まあここもファーストフードなんじゃないかということで、うん、候補に挙げさせてもらいまして、はい、で、まあ、回転寿司はどうやって換算するかなんですけど、調べてみるとですね、うん、一般男性 の、うん、あの平均の枚数、うん、一食の枚数が 10.8 らしいですね。おー、 10.8、 10.8、で 10.8 っていうのも昼夜、合わせての計算なんで、うん、それ考えると、まあ、夜の方がいっぱい食うやろうなと、うん、まあ、時間あるわけで、そうなると、まあ、10.8 なんで11か10なんですけど、お昼は、まあ、スピード重視ということで10皿、まあ、切りもいいしね、はい、で、食べて 何分で出てこれるかというのを検証していただきたいなと、はい、でめっちゃ混んでます、うん、やっぱお昼時なかなかね、まあ、これはもうマイナスポイント、うん、混み罰はい、ということで、何分かかるか、はい、スタートって言ってから出てってくださいね。はい、レディーゴー、はい、行ってきて、行きます。はい、はい、デブが行きました。100円のお皿が9皿と、150円のお皿が1つでしょうか。おー、出てきました、出てきました。余裕ぶって歩いとんな。お、帰り、はい、記録9分45秒64、10分切りやね。やっぱりそこそこ早いね。そうだね、うん、じゃあ次のお店行きましょう。はい、はい、次ラストです。はい、ラストお店、はい、コンビニでございます、はい、まあもうね、時間ないときはコンビニのお弁当っていうのはもう決まりもんなん、ね、どういう、まあ、システムでいくかなんですけども、まあ、コンビニのお弁当群を抜いてちっちゃいのなしね、うん、普通のなんかご飯とおかずのお弁当を、まあ、500から1000円ぐらいの、うん、はい、のお弁当1個買ってきてここで食べて、はい、ゴミを捨てるところまで、うん、ゴミ箱にゴミを捨てるところまでがタイムとさせてもらいます、はい、でお弁当は温めてくださいね、はい、他のところあったかいもの提供してるわけよ、そんな不公平やから。ということで、ラスト1点目、はい、コンビニのお弁当で、うん、お願いします。はい、いきますよ、レディーゴー。はい、戻ってきましたね、はい、買うまでに2分弱。お、何買ってきました。唐揚げ弁当。唐揚げ弁当スタンダードやね。はい、唐揚げ弁当、はい、デブ御用達。はい、いただきます。まあここからね、多分2秒ぐらいでガスプ食べ終わるから早すぎね。はい、はい、じゃあ捨てるまでですからね。はい、捨ててきます。はい、捨ててきて、はい、ちゃんと我々ゴミを捨てますよ。よし、はい、はい、ストップ。ほぼ5分やね。はい、ということで5店舗全部終わりましたけども、その結果、はい、どうかっていうのは、戻ってから発表したいと思います。はい、はい、じゃあ戻ります。はい、ということで一気に5店舗回ってきまして、うん、お腹の声はどうですか。パンパンやさすがに5店舗回ると、ただ
まあ速度は衰え知らずだったけどね。まあじゃあ結果の方発表したいと思います。はい、結果はこちら、ドン。はい、うん、こういう風になりまして、1位がすき家、はい、やっぱ圧倒的。そうだね、ね、3分32秒で、2位がコンビニ、はい、で5分、うん、もうジャスト5分だね。で、その次が、丸亀製麺、うん、7分27分。これでも4分待ってこれやん、ね、そうだね。もう時間、食べた時間で言うと、もうはっきり言ってスキヤーに勝ると思う。そうだね、同じぐらいスピードを醸し出すと。次が、良いスシロー、ね、9分45秒、うん、やっぱり注文せんでいいっていうのは早いな。そうだね、うん、入って、まあ混み具合っていうのもあったけど、うん、10分切ってくると。で、平行にマクドナルド14分16秒73、はい、そこがファーストフードキングオブファーストフードみたいな顔しちゃう、はい、ね。まあこの結果で一つ言えることは、うん、田舎の人間はマクドナルドに行列作って並ぶってことですよ。そうだね。はい、ということでね、ファーストフード、ファーストフード王決定戦を勝手にやらせてもらったわけですよ。田舎の人間、もうちょっといろんなの食べましょう。マクドナルドなんてそんなもんじゃないよ。はい、ということで、この動画面白かったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。